あ、聞いてくれよ。たった今黒マントの男が、黒マントの男、東の草原に向かって歩いて行ったんだ。物騒な刀なんか持ち歩いてさ、なんかおっかないやつだったよ。セフィロスやん。でも後者だね。世界を旅するときに知っておくと役立つことがあるんだけど、はい。ワールドマップのコントローラー操作、視点の切り替え、地図の表示ボタン操作、乗り物に乗り、乗り物から降りる、ほう、チョコボは降りると逃げる、もういいです。はい、乗り物に乗れるんや。チョコボがメインなのかな。魔法エネルギーのおかげで生活がいろいろと便利になったわ。神羅様々よね。まあそうかもしれない。うん、そうやな。魔法エネルギーのない生活なんて考えられない。例えばこれが現実世界だったら、例えば電気とか石油とかそういうことになるんやろね。石油が近いかな。いろいろ便利になったけど、その代わりに動物や植物がどんどん減ってるような気がすると、そうかもしれない。優柔不断すぎる。もう何でもかんでもそうかもしれない。八方美人。お前たちミッドガルから来たんじゃと。わしも以前ミッドガルに住んでいたんじゃが、近頃はそこもいろいろあるじゃな。はい、そうなんです。鍵がかかっていて開かない。あ、マナさん、びっくりした。くぅ、かわいいな、お前は。入ってたんか。怪しい黒マントの男がこの町にいたんだ。物騒な刀なんか持ち歩いてさ、完全に、でもあまりにも完全にセフィロスすぎて、逆にセフィロスじゃないパターンのやつかもしれん。ピースメーカーを手に入れた。武器ですか。平和を作る。銃かな。銃やな。高烈からでも通常の威力。銃使えるのは誰なんやろ。まだかな。お兄ちゃん子供っぽくて私恥ずかしい。僕大きくなったら神羅の尊者になるんだ。そのため今から猛訓練してるんだ。偉いやんけ。頑張れ頑張れなあ。魔鉱炉のある場所の土地はどんどん痩せていってしまうという話だ。この町みたいに魔鉱エネルギーを供給してもらうだけってのが一番いい方法なのさ。ああそうなんや。吸い上げたりはしてないってことだよね。プレジデント信頼は殺されたそうだな。それに息子のルーファウス紳士たちはもう大怪我したって言うじゃないか。どうだ、初耳だろ。興味ないね。関心なしか。旅をするなら信頼カンパニーの動きには注目した方がいいぜ。空中に浮かぶ都市と言われるミッドガル、一度この目で見てみたいものだわ。僕のお父さん炭鉱夫なんだけど、ミスリルの鉱山にモンスターが出てきて仕事ができなくなっちゃったんだ。今じゃこの奥の酒場でお酒ばっかり飲んで酔っ払っているよ。ほう、それはちょっと助けてあげるミッションみたいなことかな。バーですな。ミッドガルではアバランチという反神羅組織が活動していたらしいが、ついに神羅のソルジャーによって全滅させられたそうだな。っていうことになってるんやね。ん？神羅カン、我々は好むと好まざるに関わらず神羅カンパニーの支配を受け入れなければならないのさ。俺はよ、この町の南にある鉱山ミスリルマインで働いていたんだ。しかしよ、その鉱山にモンスターがワンサが出るようになっちまってな。オッケーオッケー。南ね。ミッドガルジャテロリストがマコールを爆破したらしいぜ。最近物騒なことが多いよな。やだやだ。ん？厨房に入ってこないでおくれ。すいません。そんな大したもん作ってへんでしょ。よし、お店や。アイテムや、ちょっと補給しようか。武器が欲しいですね。武器防具が欲しいね。あとマテリアも欲しい。マテリア、いや、来た、初めてや。第一、治療はエスナとかそういう系やんね、多分。治療買っておこう。はい、オッケーです。武器屋だよ。
ちょっと売りますか。結構いろいろ持ってるな。買う。ミスリル、お、やっと剣。ミスリルセイバー、キャノンボール、ミスリルクロー。はい、ちょっとお金が足りないのでとりあえずやりましたね。ついにミスリルセイバーに変わった。やったな、嬉しいな。治療か、どうしよう。このアクセサリーもつけとき。よし、だいぶ強いな。治療しとこうか。全然戦闘してないですね、ここ最近。東の方にセフィロスらしき男は移動した。モンスターってのはシンラが作ったって噂があるが本当かね。単なる噂ですよ。どっちにしたってマコロン世話になってる限りシンラには逆らえないんだけどね。シンラの支配は相当来てる。ただまあシンラにこう豊かな生活をさせてもらってるっていうのも事実と。だから平和やって言ってますもんね。やっぱりあくまでも世間一般的にはこうアバランチがやっぱ悪者やね。シンラカンパニーが魔法エネルギーを実用化してくれたおかげでわしらの生活も便利になったもんじゃ。よし、じゃあまずはじゃあ南のそのミスリルマインタラに行くか。そっち先っぽいよな。ミスリルマイン。山登れへんぞ。結局東に行かざるを得んぞ。わ、剣変わってる変わってる。見た目変わってます。いいね。サマーソルト、ナイス、ナイス、強い強い強い、めっちゃ強い。嬉しい嬉しい、仲間やぞこれ。元仲間やぞこれ。雑魚戦楽しいな。ここら辺あんまりこう行き過ぎると怖いから大丈夫やね。結構ダメージは食らうな。クラウドだけが突出して強くなっちゃってますね。ちょっともったいないな。盗まれた、かばった。そうですね、 PHS も一回ちょっと使ってみようかな。え、逃げた。ちょっと見た目リュックと似てた。アルベドちゃうか、あれ。まさかアルベドじゃ ないだろうな。 PHSわー、出ました。便利やな、電話で即呼び出しか。ちょっとお前らマテリア外してくれへん。悪いけど、ちょっと外してくれへん。悪いね。ちょっとね、メインのメンツにねつけたいからね。一軍のやつらにつけたいからね。いやー、ティファよりもなんかバレットの方が好きやねんけどな。見た目はバレットなんすよね。あー、悩むけどな。見た目はバレットやねんな。
悩むな。いや、リミット技が面白いってだけなんですよ、ティファは。いや、俺バレットやわ。やっぱバレットの方がどっちかやったら好きやわ。やっぱバレットにする。自分の気持ちに嘘はつけへん。無理。自分の気持ちに全く嘘つけへんだ、これは。バレット GO。 ちょっと待って。じゃあこいつのマテリア外さないとね。パッて外せたらいいのにな。なんか外し方ありそうですけどね。ちょっとどっか行ってくれ。女性2人はもう待たせよ。よし、回復もゲレゲレにやらせようかな。じゃあ回復もゲレゲレやってくれる。で治療もやってくれる。でバレット体化炎を。やっぱこうやで、やっぱうちこうやで。セーブしとこ。よっしゃ、行きましょう。あった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 。ここは別にミスリルマインではないよな。もう一回ぐらい戦いたいんですけどね。お金が欲しくて。意外とエンカウントしないんですよね。意外とエンカウントしない。うわ、鳥。鳥？鳥なの？百裂好き。痛い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 。うわ、強いわ。鳥キック。なかなかやるやないか。なかなかやるやないか。うぅ、いいね。痛い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 。ゲレゲレリミットブレイク。もうハイポーションがもらえるようになってきてる。よし、行きましょう。うわあ、チョコボ、チョコボや、チョコボや。ああ、こんにちは。クエ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 。え、何をしとんねん。チョコボ&モーグリのマテリアを手に入れた。やった、あざす。何それ、何ですのそれは。その愉快な感じは召喚獣チョコボ&モーグリが呼べる。すげえ。マジかよ、あざす。ごめん、ちょっと暴言吐いたけど、あざす。グリン、お客さんたち、この先の湿地帯を越えるつもりですか。ああ、ふむ、それならチョコボを手に入れた方が安全ですな。商売上手ですな。チョコボで湿地帯を一気に駆け抜けるわけです。これがミドガルズオルムに襲われない方法。ミッドガルのオルム、ミドガルズオルム。ミドガルズオルムとは身の丈10メートルにならんとする蛇の化け物。湿地帯を進むズボズボ音を聞きつけ、うぎゃーと襲いかかる。なるほど、そうならないためにもグリーン&グリングリーン牧場のチョコボをお買い上げください。チョコボのお買い上げは向かって一番右の建物チョコボ小屋におります孫にお申し付けください。はい、あれ、
宿をお探しですか。はい。高い高い泊まる。なるほど。そのあるね、こういうの FF とかでよく、あの無警戒に行っちゃうと絶対海だけは入るなよとかね、無警戒にあの浅瀬を歩くなよとか砂漠歩くなよとかあるある。そこにめちゃくちゃいかつい強烈な雑魚というかボスみたいな雑魚がおるんですよね。そのミドガルズオルムは多分そういう感じなんやろな。ミドガルズオルムがミドガルズオルンでしょ。チョコボが欲しいのくれ。おじさんたち運が悪い。おじさん、チョコボ売り切れちゃったんだ。外にいるのは預かり物なんでね。そうだ、チョコボが欲しいなら野生のを捕まえるといいよ。ほう、野生のチョコボのこと何か知りたいかい。どこにいる。外で3本の爪痕を見ただろ。見てない。あれがあるところには野生のチョコボは必ずいるよ。ただしチョコボ寄せがないとチョコボが現れないんだよ。ほう、チョコボ寄せ、チョコボをおびき出すマテリア、これを装備しておくと野生のチョコボに会える。逆に言うとそれを装備しないとチョコボに会うことができない。うん、それどこにあんねん。チョコボ寄せくれや。野生のチョコボは他のモンスターと一緒に出てくるんだけど、そのままじゃ他のモンスターが邪魔でチョコボを捕まえることができない。まずチョコボの周りにいるモンスターを倒す必要がある。それから野生のチョコボは用心深い。ちょっとしたことで逃げてしまうけど、野菜を使うと食べるのに夢中になって逃げにくくなるのさ。ギサールの野菜的なやつや。チョコボは怒らせない方がいいよ。普段もおとなしいんだけど、怒らせると痛い目に遭うのはこっちさ。それと捕まえたチョコボは一度チョコボから降りたら一目散に逃げてしまうよ。わかった、わかった。商談に入ろうかな。チョコボ寄せを2000ギル、高えわ。買う、毎度ありね。え、お金が足りないよ。でしょうね。じゃ高いやんけ。お前だいぶお金取られたでしょ。でもグリングリンお兄ちゃんやグリーンおじいちゃん怒らないでね。パパとママが死んでからずっとそうなの。そうなんや。頑張ってんねんなお前らも。じゃあ金貯めてこいってこと。外でここめっちゃぼったくりやんけマジで。一応ミドガルズオルムが出てきそうな、あ、これ爪痕出てきそうなところもちょっと確認するか。湿地帯を歩くなみたいなこと言っとった。あ、ここか。あるわ、すぐ湿地帯あるわ。なるほど、これもチョコボやん。ほぼチョコボ、ほぼチョコやん。召喚行ってみよう。チョコボ&モーグリ、スーナイスガード。うわ、強い強い。必殺技、え、来た、当たったー。かわいいトゥーンみたいな、強っ。え、強っ。 MP は食うけどすげえ強い。これは大きいね、これは大きいですね。2000なんてあっという間やな。ちょっとでもそのミドガルズオルム拝んどく。ちょっと軽くセーブだけして、セーブだけしてね、一応ね。いや見たいでしょ。あれか、あれか、もしかして怖っ。見えてるやん。来た、怖い。え、めっちゃ怖い。あかん。うわー、こいつ正確に来るわ。めちゃくちゃ正確に来るわ、こいつ。マジか。すげえ怖い。超正確に来ますよ。でもうまくやればなんとかなるんじゃない。クイックスみたいな感じでいけば。クイックスの要領でうまくかわせばなんとかなるかもしれん。側から来た、あー、うわ、でかい。
怖い。マインドブレイク。赤。あかん、こんなもん。こんなもん絶対あかんがな。逃げられへん。逃げてー、ワンさん。逃げた。あかん、あかんすぎる。まあ分かってたけど、まあ、めちゃくちゃ分かってましたけど、まあ一回行ってみたいじゃないですか。真面目に2000貯めよう。もうちょいもうちょい、あと1000、2000ぐらいで貯まります。あ、でも野菜も買わなあかんから、もうちょいは貯めた方がいいのかな。ちょっとバレットの武器買いに行っていいかな。うわ、なんやあいつ、なんじゃあいつ、ゾウ、ゾウなのか何なのか。シャワーなんてもう、むしろありがたい。OK、どんどん魔法も使っていきますが、うすー、オッケー。ちょっとバレットの武器まず買いに行きたいな。どうせそのミスリルの鉱山に行くわけやから、あった方がいいやんね。ちょっと買いに行っていいですか。まあまあ、お金貯めたりレベル上げしたりするのを兼ねて。うわ、バイク、すげえ。なんじゃこれ、なんじゃこれ。2回言うてもだ。バイク自体が、バイク自身が敵。アントニオ猪木自身がパチスロキ。オッケー、よし。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。悲しいなってるよ、悲しいなってるよ、悲しいなってる。何を悲しくなることがあるの。興奮剤でいいかな。よし、バイクがめっちゃ好きやったやつがジェノバの液体に使ったらああなるんじゃない。ジェノバ液に使ったらよ、ああなるんやわ。ブンドル、ムカつくわあいつ。何も取れてへんやんけ。よし、アルベド OK。 セフィロスも同じ方向に行ったと言って考えていいんですよね。東の方に行ったんやからね。よし、ちょっと武器買いますね。おい、久しぶりやんけ、おっさん。これも買おうか。キャノンボール、キャノンボールやもんな。なんか話変わってきてるような感じもするけど、よし、いやー強くなる、ほんまに強くなるわ。そっか、フォースロット、あーしまったな。いや、フォースロットのままにしとこ。まだなんかつけれますけど、まあいいか。
シェア。さあ戻ります。さあ来い来い、召喚いっちゃおう。召喚がすごく強いことが判明したからガンガン使っていきます。デブチョコボ、あれデブチョコボになったな。うわー、これは効いたでしょ。あーなるほど、強と弱があるのかなぽいな。どっちかが選ばれるって感じですかね多分。なるほど、デブチョコボの方が明らかに強そうやな。いい方って感じやね。チョコボのマテリア買うから、それをあのバレットのもう一個の穴にセットできるからちょうどいい。え、キャノンボールはなんで殴ったん。え、何それ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 、あんた前行かなあかんちゃうか。キャノンボール、そういう武器か。そっちの武器やったんや。ぶん殴り系かよ、撃たない。そういうことか。うわうわ、よう見たらすごいわ、なんか鉄球みたいな。そうですか、ぶん殴りになりましたか。へえ、じゃあティファの方がええやんけって話になってくる。まあいいか、あなたは後ろからやれるから私重用した部分あるんですけどね。まあまあまあいいですわ、見た目も好きやから、まあまあいいですけどね、あの勘違いされたら困る。あなたに物理攻撃は求めていないから、外から豆鉄砲撃っといてほしいんですよ。ブレイバー必殺技、こっちが弱い方、ボーンの方ね。なんか絵のセンスが古いな、なんかなんとも言えないですけどね。これでも召喚獣もっといろいろ手に入れたらすげえかっこいいんやろうなと、なんかもう今から予想ができますね。おそらくもう演出かっこいいくなるのは間違いないな。さあ金貯めてきたぞ、ういっす。買うよ、買わない、安くしてくれ、安くしてくれ。あかん、安くしてくれへん、絶対安くはしてくれへん。買う、サンキュー。野菜も買っておいて損はないよ。オッケー、野菜によってチョコボが食べおる長さが違う。ほう、うわー、たっかたっか、おい、ギザールの野菜、ギザールじゃなかったっけ、ギザールなんや。タラッカの野菜、ギザールにそこは。とりあえずじゃあギザール買って、まあ試し試し、ものは試すよ、いけるでしょ。でチョコボには攻撃を入れたらあかんねんな、多分入れないようにって感じですよね、おそらく。チョコボ寄せ、よし。でこの足跡の付近をうろうろしてエンカウントを待つ。全然や、全然や。あ、おっと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 、すげえ加山雄三さん的なアイテム使っとこうか。
食え食え。いや遅いこれ。いやもうほとんど一緒、見た目一緒、野菜に野菜やっても野菜食べとったんや今これ、この野菜を即即やらなあかんな。早く倒したいけど召喚は使えへんしな。早速1個野菜無駄にしたやんけ。しっかりしてくれ。開幕やね、もう開幕。ちょっと待って、アイテム整頓しとこ。バトル、これでいいのかな。あ、まあまあまあこれでいいか。よし、さあ出てらっしゃい出てらっしゃい。出たー。うわ強敵やで。まずちょっとバレットアイテムで、やめやめやめ、早く野菜を、野菜あげて。遅いって。いやだって動けないっすね開幕。え、なんなんこれマジで。いや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 、ただゾウに餌やっただけやがな。いや動けてないから。いやバカな。ちょっと待ってちょっと待って、野菜買いに行かなあかん。まだアイテムを使ったのもたついたってこと。そんなシビアかい。そこまでシビアにさせられんのこれ。オッケー、もう一回、じゃあもう一回もう一回。もう野菜買いに来るのがめんどいから、とりあえず100円のやつを6個買おうかな。あとはさっき外したやつを売るか。バスターソードは売れない。もう一回や。開幕しっかり動いてくれよみんな、頼むぞ。バレットが多分一番素早く動けるんやと思うんすけどね。あのタイミングでも無理やったら結構きついけどな。くるくるガンガン出てきよるな。ちょっ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 、いや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 、無理ゲーやってこれ。一番上に置いとくか。スローダンス。無理ゲーや。選ぶのとかがパパッと選べないんすよね。一番上にアイテム置くか。しょうがないな。重力球と変えて、これでいくか。これでいきますか。おーいおーい、出てきてくれ。激ムズミッションや。おる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 、気持ち悪い。真ん中におる。もう真ん中が一番きつい。よし、あ、間に合った。よし、間に合った。おふふん、急ぐんや。違う、これこれ違う。やばい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 。
よしよしよし、食え食え、やれー。誰に攻撃してんねん、ほんまもう。ちょっと、めっちゃこのね、攻撃のね、この攻撃合わすのがすごい大変なんですよ。よし、攻撃しとる時とかにね、選べへんようになったりとかするから、すげえむずいのよ。乗った、プレイヤーが降りると逃げてしまいます。あれ、おら、あ、おるおる。え、当たっても大丈夫なのかな。いやいや、ちょっと待って待って、要は早く動けるから、早く動けるからあいつをかわせるということなのかな。おら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 、おら、来とる来とる、怖っ。よし、到着、やりました。え、うわ、これミドガルズオルム、絶対そうやん、セフィロスがやったんやん、これ。早にえみたいになってる、どぎついことになってる。恐るべき力だな、とんでもねえ強さだな、セフィロスってやつは。ねえねえ、ほんまやで。せやろ、あれ、ここ入りたい、ここに入ろうかなって。曲かっこいい。じっくりー、ポーションめっちゃ買ってあるから大丈夫と思います。魔法はちょっと節約気味にいこうかな。セーブポイント見つけたらテント張りますけど。なんだー、ちょっとあのバレットの装備フォースロットからは戻した方がいいっすね。ディフェンスが低いので、後ろにいるときはまだいいんですけど、前に出てるんで、マインドブレイク、マン、 MP が、技のパワーが尽きた、すげえ。 MP を削るのか、え、え、クラウド、ちょっと待って、ちょっと待って待って、あいつ何もできになっとる、すげえ、技のパワーが尽きた、すごい。マインドブレイクなかなかやるな。 MP をバシコーンって削ってしまうってことやね。なるほど、ちょっとお待ちください。悲しい悲しい、もうないよ、もうあんたら悲しがってばっかり、ないのよ、もう。ちょっと待ってくださいね。ミスリルの腕輪にしとく。ただ、チョコボ寄せはいらんし、見破ると、霊気にしとこうか。こいつっすね、属性、今、炎属性つけてるんですけどね、この、この属性がどうもよくないと。どうやろう。まあでも、なんか属性つけときたい気持ちもあるしな。とりあえず、おい。おい。宝箱が見えた。見えたら行かざるを得ない。テント、ありがとうございます。ありがとうございます。あいつ強いよ。そしてファイヤーが効かないから、
早めに仕留めてやるかい。ホールドブレス、やめろ、感染するやろ、飛沫をかけるな。お前はとて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 ボイーン、いやめっちゃ便利これ、強いわー。あ、やってもた。ちょっと属性炎やめよう。やっぱりあのこいつがおる以上はね、敵としてラーニング、なんかラーニングした。おう、火炎放射をラーニング、マジかマジか、やったぜ。ちょっと一回外そう。炎じゃなくて霊気にしよう。どっちがいいのかな。次のレベルまであとこっちの方がいいのかな。霊気にしよう。よし、セグリー。遠距離攻撃のマテリアを手に入れた。これはどういう、後列にいても攻撃力が落ちない、いいじゃない、めちゃくちゃいいじゃない、これめちゃくちゃいいじゃない。バレットにつけさせるか。穴がな、これでいいか。これで装備を変えて、4スロットに変えて、遠距離攻撃と炎をしとこうか。チョコボ寄せは別にいらんよな。で、配列を、これでめんどくさくなくなるってことか。よし。ええやん。いいんじゃない？いや、またおるわ、あいつ。惜しみなく使っていく。ナイス。いけるか。これには属性は乗らないってことですね。あ、違う霊気属性が乗ってんのか。今は何の問題もなし。さあ一回ちょっとテント張ろうかな。ちょっと試してみようかな。テント使ってよし。でセーブをしましょう。よし、じゃあ再度ぶっ込みます。マインドアップ、マインドアップは精神上げ、はい。上は変なやつ来た変なやつ来た、変なやつ来た。なんやあいつ、火炎放射単体攻撃なんや。食らいやがれ。あ、ちょっと待って、こいつコールドブレスやってきてるから霊気属性やばいな。多分切ったらスワンプシュート。容赦ないよ、もうガンガン行くよ。もうはい、
矢沢やん。全体かレベルアップ、矢沢のライブにおるやつ。ちょっと待って、見てみよう。何か変わったのか。え、上がってどうなったんや、わからない。まあいいか。あ、タックス、ちょっと待った、なんでこんなとこいんねん。貴様は俺が誰だかわかるか。タークスだろ。知っているのなら話は早い。俺たちタークスの仕事を説明するのは難しい。人さらいだろ。悪意に満ちた言い方をするとそうなる。しかし今はそれだけではない。ほう、なんやねん。先輩、ルード先輩、喋るの苦手なんだから無理しないでください。イリーナ頼む。私タークスの新人のイリーナ。レノがあんたたちにやられてタークスは人手不足。わあ、イリーナ髪型かわいい。好きな髪型や、イリーナ。おかげで私タークスになれたんだけどね。まあそれはともかく、私たちの任務はセフィロスの行方を突き止めること、それからあんたたちの邪魔をすること。あ、逆だったか。私たちの邪魔してるのはあんたたちだもんね。いっぱいいるなおい。イリーナ喋りすぎだぞ。ツオンさん、我々の任務を彼らに教えてやる必要はない。すいません、ツオンさん、お前たちには別の任務を与えてあったはずだ。行け、定時連絡を欠かすなよ。あ、そうでした。それでは私とルード先輩はジュノンの港へ向かったセフィロスを追いかけます。言うてもた、きっちり言うてもた。イリーナ、私の言葉の意味が分からなかったようだな。あ、すいません。行け、セフィロスを逃がすなよ。はっ、お前らなんかセフィロス捕まらへんわ。いらんとこ登って。レノが言ってた、君たちに負わされた怪我が治ったら挨拶したいと。親愛なる君たちに新しい武器を見せたいそうだ。ほう、さてエアリスは一緒ではないのか。エアリスはここにはいない、別行動をとっている。そうか、よろしく伝えておいてくれ。ああ、そんなに固執はしないんや。しかも別に戦うとかもないねんや。へえ、なんかようわかんないっすね。そこまでこっちの邪魔はしない感じなんやね。マジでよくわからんな。なんでなんやろ。戦うとかもない。何これ、ハサミスパーク。え、ハサミスパークって。すーバコーン言ってるわ、ハサミスパーク。だから何やんそれ。バレット行ったれ、ぶっこんだれ。よしよし、いいね。ほんまや、攻撃力下がってない。きっちりそのまんま。あれいいよな、でも高烈武器と同等に使えるんやから。まあまあ、バレットは多分そのうちまたね、もう名前がバレットやから、もうそのうち多分またそのマシンガン的なものに変わるとは思うんで、そうなったらゲレゲレとかに渡そうかな。あれ？ミスリル前に抜けてしまった感があるが、何これ？何これ？え？何これ？ここは長い長い間、神羅軍と戦ってきた戦場。今もじっくりと腰を据えて彼らと戦っている。もしあんたらのために余裕があるならば我々に協力してくれ。でも、無理にとは言わん。急ぎの用があるならそちらを済ましてからの方がいいだろう。ジュノンの町はどこにある？協力してもいいが。そうか、それなら上に登って詳しい話を聞いてくれ。ジュノンボーイになる前にここで先に修行をしてから行きたい。なんか修行的なことさせてくれんのかな。戦いなのかな。うわうわ、すごい洞窟みたいな、アリの巣みたいな感じだな。
お、珍しいな、こんなところまで登ってくるとはな。変わった目をしているな。まあ関係ないか。ここはもうすぐ神羅との戦場になる。巻き添えにならないうちに降りなさい。はあ、そう言われてもね。神羅だってこんなところに何しに来るんだ。神羅か。あなた方も神羅とは何かあるらしいな。せっかくここまで登ってきたんだ。それだけ話を聞いていかないか。いいだろう。この山の上に何が乗っているかわかるかな。象みたいなのが乗ってた。象みたいな。マコーロとコンドルだな。マコーロもあった？ほう、確かにマコーロとコンドルだ。コンドルかトンドル。神羅はマコーロの上にコンドルが飛んどることが気に食わないらしい。ちょっと大きな鳥だろう。なんでまた武力まで使って排除しようとするんだ。理由がわからないな。どうやらこの上のマコーロには何やら特別なマテリアがあるらしい。そこへコンドルが来たので、コンドルは生きてんのこれ。コンドルの像やと思ったらあれ生きてるやつなんや。神羅は慌てて軍を送ってきた。軍の目的はコンドルとこの山に住んどる私たちの排除だ。今コンドルは数年に一度しか産まない卵を温めとる。私たちは神羅の手からコンドルの営みを守ってやりたいと思っとる。新しい命か。俺がやってやるぜ。神羅から守ってやるぜ。卵を守るためにマコーロを守るのか。残念ながら私たちには直接神羅と戦うだけの能力はない。兵を雇って一緒に戦ってもらっている。ほう。スポンサーとしてギルの援助でもいい。一緒に戦ってくれるのでもいい。どうだろう、一緒に戦ってもらえないか。ギルの援助は何を迷う、俺たちがやるんだよ。どうするかは君が決めたまえ。わかった。おい、俺たちが何とかするぜ。わかった、協力しよう。戦おう。じゃあどうやって、アイテム